はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、はい、ちょっと、はい、グダグダ料理教室のリメイクバージョンということでですね、ずっと前、最初の方に、撮影した授業が、ちょっとね、はい、撮り方が雑やったりとか、カメラが動きすぎて見づらいよとか、ね、そのような、ね、アドバイスをいただいたりとかしましたので、ちょっとね、リメイクバージョンということでですね、はい、何回か分けてやっていこうと思いまして、で今回は、第何弾か忘れたんやけど、そう、だいたい1年半前ぐらいやったから、に、配信した黒桃缶っていうのがあるんですけども、そうね、そのリメイクバージョンということでね、はい、材料もね、その時黒板とかも使っていなかったし、で照明もね、使っていなかったので、ね、ちょっと非常に、わかりづらいものに、ね、なってしまったかなと思いますので、もう一度ね、今から作っていきたいと思います。まあ、材料、ざっとこんな感じですね。はい。じゃあちょっとね、早速ですが、はい。こんな感じでいいかな、カメラワークが。材料紹介をしていきましょう。はい。まずですね、黒砂糖ですね。はい。黒砂糖が 150g。で、今日はですね、ちょっと塊のやつ使っていただいてもいいんですけど、それやとね、砕かないといけないので、このように加工してある粉末状になっているものを使うと便利かなと思います。よし、これが、黒糖が 150g ですね。はい。でから、黒糖を溶かすための水ですね。これ黒糖を溶かすための水が 100ml です。これが黒板の黄色枠で書いたところですね。で、次に寒天を溶かしていかないといけませんのでね、そちらの方の材料。で、寒天、棒寒天、1本なんですが、ちょっとこの半分半分になってるやつしか売ってなかったので、これ、その場合は、2個で長い寒天の1本分になるんですね。ですので、このような形になっておりますが、まあ、基本は棒寒天1本ということです。で、これちょっと水に浸して、柔らかく、ふやかしておいてください。はい。で、それからこの、寒天を溶かすための水ですね。今度は。これが、200ml です。はい、材料ね、こんだけです。ということでですね、ちょっと、二部構成でいこうかな、ほんなら。ね。でまず、黒糖液を。でね、このようなタッパーを使ってね、固めていこうかなと思います。じゃちょっと、ちょっと移動しまして。ちょっと待って。よし。はい、よいしょ。これで見えるかな。はい。ぐらいでいいか。はい、じゃあ、すみません、グラグラで申し訳ないです。ビタビタビタ、はい、ではね、早速取っていきたいと思います。まず、黒糖に水を加えます。ここで、はい、こんな感じで入ってきたから、バタントークは何だろうね、今黒糖をこれ溶かしたいだけなので、そんなに火にかけなくてもいいかなと思いますが、軽く温める程度でよくあろうかと思います。こんな感じですね。はい、
糖が溶けたらもういいでしょう。溶けたかな。はい、ちょっと一煮立ちしたらまとめて大丈夫です。はい、でもいいかな。はい、でもいいでしょう。それで黒糖の液の完成です。ということで、続けざまに行ってもいいかな。どうしよっかな。ぐだぐだやな。あ、まあそのまま行っちゃおうか。ほんならまだ10分やしな。まだ10分なので、そのままじゃあ、まだ10分経ってないので続けてちゃおう。ちょっと分けようと思ったけども続けます。寒天をここに手でちぎって入れちゃいます。そんなに、ね、あの凍っておくないのでね、これ切るより続けた方が逆に分かりやすいかもしれませんね。はい、で先ほどこのふやかしておいた寒天、棒寒天ですね、で1本分をこのような感じで手でちぎって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 、はい、こんな感じ。よし、水を 200ml ですね。はい、入れちゃいます。でこれで火にかけます。はい、火にかけてこれを完全に溶かしていきます。これ鍋が深くて見づらいかな。見づらかったわ。こんな感じ。大体これ強火ぐらいでいった方がいいから、で完全にね、いければで、ちょっと今ちょっと見づらいかな。鍋の中身がこんな感じです。ちょっとこれ表面の当て方がいけてない。これちょっとあれやな、加減になっちゃうとあんまり良くないから。よし、でこれで溶けへんやろうと思いますよね。なんかで私もこれ初めて寒天自分で扱った時ね、非常に不安でしたけどもね、時間が来たら溶けていきますので大丈夫ですよ。全然こんな感じ。よいしょ、こんな感じ、こんな感じ。おりゃ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 。はい、だんだん溶けてきましたね。もっちゃいな、もっちゃいもっちゃい、こっちだ。でね、ちょっと火加減も調整しながら、あまりブクブクならん程度で温めていきましょう。よいしょ、もっといいかな、もっといいな、もっといい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 。はい、だんだん一体になってまいりましたね。こんな感じ。今だいたい溶けたかなと。はい、では溶けたようですね。じゃあちょっと火を止めてしまいましょう。はい、寒天完全に溶けました。そしたらここに先ほど作りましたこの黒糖の水を合わせて溶かした液ですね、黒糖液をでここにドロ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 ッと入れてしまいます。黒糖固まっとったろうね。はい、ちょっとですね、若干黒糖が固まり気味やったか。はい、よかろう。しまってな。はい、でここでよく混ぜ合わせて完成です。その感じでいいから、奇跡と、はい、
でこれ泡がねちょっと立ってしまってますけれども、別にこの時間が経ったら消えるので何も気にせんで大丈夫です。まあね、気になる方は菜に流した後にスプーンとかですくっていただければ何の問題もございませんのでね。これでか、とか言うたらあかんのにも連発やな、あんまりフライトこっちに置いて、ここでこれね、タッパーですね、タッパーを少し水で流して洗ったばっかやからいいか、こんなんで、はい、ここにこの液を流し入れます。よいしょ、コボさんより注意しながら、よし、OK、完璧やな完璧や、もう最高最高、はい、ということで、はい、こんな感じでなんかコーラみたいな色に見えますね。で、ここの泡がちょっと見づらいかな、カメラをちょっとだけ、これね、ちょっと泡が立ってるの別に気にしなくてもいいんですけれども、気になるんやったらすぐどこあったっけな、気になるんやったらこの泡をちょっとこれすくってあげると、はい、いいです、大丈夫です。でもね、これ消えていくので、別にこれでももう大丈夫です。まあ一応、ちょっとすくっときますから。ちょっとこれ、消えるから、いいでしょう、これで。はい。でね、これで冷めたら冷蔵庫で冷やし固めて、だいたい2、3時間経った頃がいいかな。で、キッキリ冷えた方が美味しいと思いますので、今ねちょっと湯気がめっちゃ出てますけれども、ここでこれでこのままちょっと置いておいて、で完全に冷めるまでちょっとこのままで置いておきます。で完全に冷めたら冷蔵庫に入れてだいたい2時間ぐらい冷やしていただければ完成という感じになります。はい、ということで、またね、じゃあ仕上がりの状態はね、後で撮影することにいたしましょうかね。はい。で、あとはね、それできたら切り分けていただくという感じになりますのでね。じゃあですね、まず、パート2を終わりにして、撮影、あれや、仕上がりの状態をまた撮影することにいたしましょう。はい、それでは、一旦終わります。